クリスティナ・オナシス、1978、クリスティナ・オナシスは、海運王、アリストテレス・オナシスとアシーナ・リバノスの娘、ニューヨークに生まれる。両親はすさんだ結婚生活を送っており、多くのスキャンダルやいさかいがあり、ついには離婚にまで至ってしまった。17歳の時に彼女は鼻を削り、目の下の濃いクマを取り除く整形手術を行った。 彼女はロンドンのクイーンズカレッジで教育を受けた。1968年、父オナシスはジャクリーン・ケネディと再婚した。彼女はジャクリーンを嫌い、険悪な仲となった。ジャクリーンは単なる金目当てのゴール、ドディガーと考えられていたのだ。クリスティナは24ヶ月の間に肉親をすべて失っている。1973年に兄アレクサンダーが飛行機事故で死亡し、 それから間もなく母親が自殺した。後継者として期待していたアレクサンダー・ナキアと父親の健康は急速に悪化し、1975年に亡くなっている。アレクサンダーの死から自らが世を去るまでの間、アリストテレスはクリスティナにオナシス帝国を経営するための訓練を施した。彼女はオナシス海運帝国の経営に携わるようになり、 父の死後その事業を成功裏に経営した。クリスティナは4回結婚したが、そのすべてが離婚に終わっている。最初の3人は、ジョゼフ・ボルカー、アレクサンドロス・アンドレアディスとセルゲー・コスーフである。最後にルーセル・ユクラフの相続人ティエリーと結婚し、アシーナ・オナシス・デ・ミランダを授かった。クリスティナは、ルーセルが、スウェーデン人モデルのマリアンヌ・ギャビー・ランドヒッチと、浮気し、 彼女との間に設けた二人の子供を養っていると知った。子供はどちらもクリスティナとの婚姻期間中に生まれている。彼女はブエノスアイレス近郊のカントリークラブで排水種のため亡くなった。37歳ボー娘、アシーナを溺愛していた。クリスティナは死亡時、キリシャ人の友人の兄と深い関係にあった。彼は結婚歴はなかった。専門家は 彼女の創生は、常習的な処方薬の乱用と体重の急激な変化が原因だとしている。その死は、危険な送信薬の服用によるものとも、過量の睡眠薬の服用によるものとも言われている。ありがとうございます。